ハロプロ反応集へようこそ。今回は佐藤正樹が車の免許を取ったのかについての反応集です。免許取ったの？親の車。父とか母とか次女とか。次女って何歳なの？次女は2歳下。タクシーも車。空白期間で取ってる可能性はある免許は証明証として運転しなくても取っておいた方がいい。マイナンバーカードあるから身分証としての免許はもう必要ない。スレタイのやつはどこで言ってたん？ラジオ番組。そんな発言もしてたんだ。まあちゃん三車でバイクのクラッチの際のどうたら話してたからバイクは乗ってるんだろうとは思ったけど車も乗れるのか。今バイクは乗ってないと思うよ。子供の頃にミニバイクはやってたらしいけど。バイクとやたら言ってるからバイクは免許取った可能性あり。バイクだけはやめちくり危ねえ。デビューシングルの反則のラジオでまーちゃんが語った楽曲以外のことサウナ、バイク、車、スノーモービル、野球、岩盤浴。毎日昼12時までサウナにいるのか。自称メタボリックなニートだからね。ここ最近サウナブームみたいだけど何がいいのかさっぱりわからん俺には供養としか。まーちゃんの場合はサウナでの交流も楽しんでるみたいだからな。まあちゃんサウナに入って赤い模様が体に出てくるらしい。絶対整うとか分かってない肌に赤い模様が出て喜んでるだけ。まあは自動車、部は電車で帰宅。部も免許取ったやろ。鞘師工藤は免許取ってる。鞘師はマイカー持ってないからレンタカーで家族を東京案内してた。都会の子は免許取らないと思ってたけどハロメンは意外と卒業してすぐ免許取りに行ってるよな。くれぐれも事故には気をつけて、1に安全2に安全やで。ブーと一緒のこと話してるじゃん。ブーも車で郊外のサウナやスーパー銭湯行くってやん。月で話してた。中古の安いやつでも親に車買ってもらえるのええな。まーちゃんに乗ってほしい車種とかある？車もおしゃれなのに乗りそうだね。センスがいいからな。真っ赤なポルシェとかが似合いそう。フィアット500とかもいいな。外車が似合うけど国産スポーツカーに乗っててほしい。あんなのが似合いそう。 CM に使ってほしい。軽トラマーちゃん。もし免許取ってたら母親と妹と兼用とかかもしれんね。マロが BMW に乗っていたっけ？もしかして今のところハロプロ OG で一番の高級車に乗っているのはマロ？まあちゃんは地球環境を考えて電気自動車だろう。最近は中古の電気自動車も安くなってきた。CM の仕事をくれるならどこのメーカーの車でもいいけどね。HONDA とかの CM を将来はやっていそう。バイクレーサーがどうのこうの言っているから。CM 女王になってほしい。それだけのポテンシャルはある。馬に乗って馬ちゃんと言われてた子供が大人になって羽馬フェラーリを転がしてサウナを行ってたら燃える。免許取りたいって言って事務所から GO 出るのか。OG なら普通に OK だろ。なんで言ってたか全く記憶がないが、飯久保がまーちゃんが車の免許取ったから重機のみんなを乗せて海に行きたいって言ってたという話をしていたような気がする。どうは免許を持っているけど、春南は持っているのかな？飯久保さんは運転免許取ってない。確かヤンタンで言ってた気がする。言ってたね。事故が怖いからって。あと軽自動車絶対無理って。も飯久保は工藤が免許持ってるから取らないって言ってた。飯久保の引っ越しも工藤にやらせてた。飯久保の身一つ勘は以上。工藤は運転してホームセンターやコストコによく行くらしい。重機メンバー全員でドライブしている CM とかどう？自動車メーカーさんぜひご検討ください。楽しい CM になりますよ。 BGM はピョコピョコウルトラ。車の中でポクポクすると言ってほしい。まーちゃんが運転してたら怖いな。今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。